六郎の写真がないことに気づいて、なんだか泣けてきてしまいました。お母さん、お父さん、愛助さんの写真はあるのにね。スズ子にとって、六郎は本当に大切な弟だったよね。その弟を奪った戦争が憎いです。そう思う一方、残念な退場だったなって、そう思ってしまう人が結構多かった印象です。さよちゃんとか、下宿先の夫婦とか、屋台のおでん屋さんの親父さん、えなりかずきさんとか、もう少し丁寧に退場させてあげられなかったのかしら？えなりかずきさんなんか、そこそこ演技できる役者さんだったら、誰でもよかったって感じに思えました。